iBook は iMac の成功から約1年後の1999年10月に発売された Apple の廉価版ノートパソコン。iMac と同じデザインコンセプトを踏襲し、半透明で丸みを帯びた筐体、ポップなカラーと、それまでのノートパソコンのイメージを払拭するものだった。初心者向けの入門機種という位置づけながら、当時としては珍しく、 無線ランカードの内蔵スロットが装備されるなど、先進的な試みも見られた。インテルアーキテクチャへの移行に伴い、MacBook に貢献されることとなる。2006年5月に PowerBook と共に販売終了となった。G3 クラムシェルカラーバリエーション iBook は1999年に iMac2Go のコンセプトの下、クラムシェルと呼ばれる貝殻に似せたボディデザインで誕生した。 アイブックは、ブルーベリーとタンジェリンの2色で、当時流行のアイマックを彷彿させるものだった。その後、グラファイト、キーライム、インディゴブルー3色を加えた。また、3kg を超えるために実用的ではないが、デザイン上のアクセントとして細いハンドルが付けられている。クラムシェルモデルは、ポリカーボネート製の筐体をラバー素材で覆った構造であり、 低年齢ユーザーの乱暴な扱いにも耐えられる頑丈な作りであった。また、故障箇所となりやすい液晶ディスプレイ上部から携帯時向けの固定ラッチを排除した。日本国内市場ではノートブックに傾向性が求められるので、12インチ以下の液晶ディスプレイを搭載した製品はバッテリーを犠牲にして重量を軽くした製品が多いが、iBook の場合、肉厚で頑丈なボディと 高潮6時間のバッテリー運用を確保するための大容量バッテリーを搭載したため、他社製品に比べ重量がかさんだ。iBook a ーリ y 2003モデル2001年に iBook はデザインを角の取れた脳型タイへと一変し大幅な軽量化と透明のポリカーボネートの内側を塗装したホワイトボディにフルモデルチェンジした。途中素材そのものを白いものに変え、 最終型までの iBook のデザインに引き継がれる。正式な名称は iBook のままである。モデルを区別する必要がある場合、iBook に続けて Dual USB-0 と2001のような特徴あるいは登場時期を示す言葉がッコ付きで示される。以下は PowerPC G3 時代の最終モデルである iBook、Arly2003 ーー、o p a クホワイトの仕様である。 iBook G4 いずれも最終モデルのもの。2005年と2006年に PowerBook G4 シリーズと iBook G4 シリーズの一部で LG 建成とソニー製のリチウムイオンバッテリーに不具合が見つかり、アップルはそれらのバッテリーを自主回収、無償交換している。このうちソニー製バッテリーは素材に紛れ込んだ細かな金属庫が稀にセルをショートさせることで動作不良。 異常加熱、発火などの危険性があるとされており、数件であるが実際に発火事故が起きている。アップルとソニーは、この件で、損害賠償を求める訴訟を起こされている。iBook Logic Board Repair Extension p r o g r a m 2 0 0 4年1月28日に、アップルにより発表された。2001年5月から2003年10月までの期間に製造された iBook の対象機種で書きの、 不具合映像が乱れていたり、歪んでいる。画面上に予期せぬラインが表示される。ビデオイメージが途切れる。映像がフリーズする。コンピュータが起動しても画面に何も映らない。が起きた場合のリペアエクステンションプログラム。対象シリアル番号は UV117-6UV342-6 である。2007年現在このプログラムは終了済み。大阪の主婦。 PC 発火で、精神的苦痛ソニーとアップルジャパン提訴。ありがとうございます。